せーの、こんにちは。こんにちは。いや、一緒に言って。あ、もう言って。はい。大宮アルディジャベントスの酒井由紀と井上彩香です。今回のオフトークは私たち2人がお送りします。今回行くお店は美味しい海鮮のお店らしいですよ。なに？早速行ってみましょう。じゃあお店まで時飛ばし。せーの。大宮アルディジャベントスの隠れ家オフトーク。長。この企画では私たち大宮アルディジャベントスの選手が大宮のたくさんの飲食店の中からよりすぐりのお店をご紹介します。隠れ家で私服だからこそ話せる話題や普段は見られないオフの表情が見れちゃうかもしれません。今回は大宮駅東口から徒歩5分、フィッシュマンキッチンさんにやってきました。刺身盛り合わせは春夏秋冬、その季節に美味しいお魚を豊洲市場から直送。さらに今回は愛媛県宇和島で大切に育てられたタイのお刺身をご飯の上に並べて薬味を散らし、卵黄とだし汁をぶっかける漁師飯、タイ飯もいただきます。じゃあ乾杯。乾杯。きついな。うん、いただきます。お刺身。はい、どうぞ。ちょっと持っていくね。わさび、わさびよ。いたの？いるだろ、ずっとここに。何時間も前からいただろ。大きいのかと思って。何やってんの？大きく取ってな。で、ドリタみたいやろう。決めた。せーの。え、それ全部？結構してる、結構してる。全部それ。じゃあいいよ。じゃあ、自分は、ね、じゃあ、一回いきます。いってらっしゃい。いただきます。うん、どうすんだね。うん、うまい。うわ、食べないで。おいしい。じゃあ、やべやべ。じゃあ、こっち。え、これうまい。イカうまい。イカ、お一つ、イカがつってカットで。キミカットしてる。いただきます。うん、柔らかいね。うまい。あ、うまい。お味噌まくせないわ。そうだよね。わかんないよね。あ、うまっ。うまい。うん、あ、全然うまい。臭みないもん。じゃあ食べてきます。いらっしゃい。あ、うまいね。あ、俺もちゃんと手出すとこだった。今2個目いこうとしてる。あまりのうまさに。うまい。うん、ひこちゃん、うまっ。うまい。うん、やっぱうまいよね、刺身ってのは。おいしい。めっちゃ水だね。おいしい。うん、うまい、さっぱりしてる。うん、あ、うまいわ。ビールが進むね。飲んでねえのよ。茶なのよ、茶。茶か。茶なのよ。ビール飲めないでしょ。今、訓練中。訓練中。待って。ちょっと一回食べて。マッチーって何？マッチーって何？鯛飯いきましょう。鯛飯いきましょう。これを混ぜて。おお。絶対こぼさないでよ。絶対こぼさないよ。飲めるんだから。そうだね。で、これをかける。シャバシャバシャバつって全部。これ全部かけるの？え、うん。お兄ちゃん言ってた。うん、マスターが言ってた。で、シャバシャバってもうかき込んでいいって言ってた。うわ、生姜がいいね。いや、鯛飯食べたことある？ない。しかも初鯛飯。漁師飯でしょ。うん、初鯛飯。じゃあ、初めまして。いただきます。いらっしゃい。うまい。うん、うまい。うまっ。あ、でも参考だね。しっかりしてる。そうだよね。うん、いただきます。生姜ちょうだい。え、なんで？決め手だよね、結構。あ、そう、生姜って。急に生姜欲しがるじゃん。いただきます。え、うまっ。ゆきちゃん、これあれだね、大盛りだね、ご飯。うん、うまい。これはサラ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 入ってる。あ、食べちゃった。じゃあ、え、じゃあさ、あれして。ん、好きな四文字熟語は。好きな文字ここはご飯大盛り。大盛り無料。大盛り無料。焼肉定食。焼肉定食。おかわり自由。それ四文字子じゃないよ。おかわり自由は四文字子じゃない。違う。流れで言ってみたけど。あ、はい。騙されないから。騙されない。それが好きです。まいちゃんは。自分あれ。マーボーナス。四文字熟語。マーボーどうぞ。ナス派。まいちゃん。まいちゃんは井上のあだ名です、うん、あのベガルタ、あの仙台の時から8年ぐらいも一緒なんですけど、とりあえず生意気なんです。あ、そう。
で生意気のマイキーって言ってたんですけど、はい、マイキーがだんだんめんどくさくなっちゃって、もうマイちゃんでいいやって。もう、はい、そっから来てるんですよ。マイキーのマイキーです。でもさ、ちょっとね、マジか。なんで話してくんない？なんで話してくんない？マジ出ちゃって、あ、ちなみにここね。なんでこっちにいるんだよ。最近さ、もう、まあ、ちゃん。そこはどうなの？なんかマイちゃんのイちゃんもなんかもう、めんどくさくなって。じゃあ、あれし？怒ってるマイちゃんは。まあ。じゃあ、お願いします。マイちゃん。じゃああれは寝起き悪いじゃん。起こされた時は。うんだよ。せえなって言ってる。マジ寝起き悪いよね。それはしいで。カットで。カットで。使いますここ。来ました。今後やっていいんですか。はい。じゃあ食べるの集中だね。ルーレット始まります。美味しいから。行きます。私もでいいの？あ、でもちょいじゃん。全然くれないの？あー、あー、待って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 。サッカー人生で一番きつかったこと。おー。じゃあ自分からいく？いいよ。自分は、あれだね、怪我。見てきたでしょ？見てきた。すっごく見てきた。めちゃめちゃ見てた。でもさ、笑ってたよね。笑ってた。え、でも違う。前十字の時は笑ってないよ。あん時だけは本当に一緒になんか、あーってなった。2回目の前十字の時はあのもう励ますので必死だった。あ、だってオペするかしないかさ話あったじゃん。そうだよね、うん、それオペするかしないかさ、うん、何してたんだっけ。まいちゃんのオペするかしないかを阿弥陀くじとくじ引きとあっち向いてほいとじゃんけんぽいぽいとで決めた。全部オペするだったね。全部オペする。そもそも保存するっていう選択肢をしてるまいちゃん。確かに確かに。まあ、でも今思えばね、しといてよかったでしょ。してよかったとは思うけど。だからくじ引きたちのおかげだと思うね。うん、まあ確かに。ね。だって、ずっと、しないって言ってたから。くじ引きもさ、全部4つとも全部オペするだろとかって言ってさ、開けたらさ、オペしない。しないでしょ。ちゃんと2個ずつ入れてるから。あみだくじ。懐かしいね。うん。車やったもんね。ギャンギャンしてたよ。ギャンギャン？ギャンギャン泣いてたしさ。あ、ギャンギャン泣いてた。ギャンギャンしてたね。うん、もうやだって。で、あなたも？私は試合に出れなくてベンチ外が結構続いた時は結構なんかもうどうしたらいいかも分かんないし何やってもなんかうまくいかない感じ。きっかけあった？はでも結構あのコーチにあの自分のために頑張ればあのチームのためにもなるしチームのために頑張れば自分のためになるよって言ってもらった時に頑張んなきゃなって。いい話。いい話よね。それは結構あの心に響いてる。暗くなったからさ、次行こう。あ、私のせい、うん、ごめん。てか全部さ、答えてる。全部答えたね、うん、全部答えたくない、うん、全部教えたいよね。はい、来ました。今一番会ってみたい人は？もう、断然に。待って待って待って。え、何？じゃあさ、男の人と女の人、一人ずつで行こう。じゃあ、お笑い芸人のぼる塾さんと石原さとみさん。あ、そうねーの人。そうねー、え、違う違う。石原さとみさんはそうねーの人じゃない。ボルジュクさんの方。あ、まあ、そうねー。そうねーの人じゃない。まあねーの人。まあねーの人。いや違う違う、男の人って言ってんじゃん。女の人、女の人だから。じゃあ斉藤匠さん。じゃあって言い方も失礼ね。男性だったら斉藤匠さん。自分は西根京子さんと永野芽郁さん。何やってくんの？そちらもね、男性の人。一人入れてください。そう、はい、じゃあ、キムタクさん。じゃあ、じゃなくて。あ、じゃあ、忘れなかった。キムタクさんの。インスタずっと見てるもんね。はい、スタンダードプードル。はい。キムタクさんの。はい。皆さん、ぜひフォローしてください。え、キムタクさんの代わりに。はい。宣伝で。自分の宣伝しろ。自分のインスタ宣伝しろ。宣伝しなくてもすごいわ。そうだよね。そうだよね。自分のインスタしとけ。かわいいよね、でもあの人。かわいい。自分よりでかいよね、絶対。キムタクさんか、キムタクさん。かも。次行こうじゃん。え、なんでボルジクさんのこと聞いてよ、もっと。ボルジクさん、会いたいでしょ。私は本当にライブも見に行きたい。でもあの何紹介してるお菓子スイーツはうまそうだなって思う。毎回、うん、食べたいよね。てか会いたいよね。会いたいんだ。本当に会いたい。 YouTube つながしてる。繋がしてる。マジで。誰が好きとかあるんですか？いやもうあの4人のバランスがもう最高すぎてどの4人にも会いたいです。
本当にぼる塾さんに届けだね。本当に届いてほしい。ハッシュタグハッシュタグぼる塾さんに届け、ハッシュタグぼる塾さんに届け会いたいです。ぼる塾さんお願いします。これハッシュタグぼる塾さんに会いたいです。じゃいっぱいつける、つける。恥ずかしい失敗談。あ、じゃあ最近の出したけど、もうほんと貯金よ、うん、貯金。もうこれ先週ぐらいじゃない、もろ先週かな。山井ちゃんと二人でお弁当屋さんでね、お弁当頼もうってね話したから、電話で頼んでね、予約してね、で日替わり弁当を頼みたかったんですよ。で電話して、あ、もしもし、すいません、日帰り弁当2つ。いや日替わり弁当なって自分は運転しながら言ってて、なのに、いや日帰り弁当1つで、日帰り弁当1つでってかめっちゃ自信満々に言ってた、ね、だから日替わりなとか言って、うん、でも私は日替わりって言ってるつもりだ。でもちょっと日帰り弁当1つで、そしたら向こう側から、はい日替わり弁当ですねって笑ってた。よかったね、優しい人で。いや本当によかった。さっきも豊洲市場、そうですね、豊洲市場って言ってましたもん。マジやるかすね、それ言ってることにしても気づいてないから。先週はさ、鍋食べてる、ね、鍋食べてたじゃん。鍋のさ、こっちに寄せる方をさ、気をつけてさ、こぼさないようにしたらさ、こっちの器からさ、ずるずる。そうね、してたよね。あーっつってね。あといいですか？あとあれダメです。あとは、どうしても話した、どうしても話した。誰か分かる人いたら、うん、コメント欲しい。うん、こうだから。ここに、コップにペットボトルに入ってる水あるじゃないですか。それを大体入る量って分かるじゃないですか。それを分からずに、てかいけると思ってもう思いっきり入れるんですよ。でも溢れちゃうみたいな。いやなんかもうラストこんだけとかだったら、あの絶対コップに入るわっていう勢いでやるんですよ。そしたら全然溢れちゃってバババババババってなっちゃうんで、100パー100兆ぐらい本当にさ溢れてない、溢れてるか感覚の問題なのかそれ。いやでもいけると思っちゃってるから私の中では。もう逆さにするもんね。うん、逆さやってるよね。やってる。それでも多分またやると思う、普通に。あるよね。あのさ、アップルウォッチ。まだある、まだある。アップルウォッチはさ、何のためにつけてるの？携帯探す。そんな使い方して。じゃん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 。で、ポケットとかになってる。あと、モンスターもする。じゃん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 。荷物いっぱい持ってるからね。携帯がない、携帯がないっつって。じゃん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 。持ってる。それ大体ある。もういい。何の弱者見たことない。もういいわ。でいいか。つけちゃった。起きた話すると疲れちゃうからね。まずでした。店長さん、今回はありがとうございました。ありがとうございます。パイ飯ね、美味しかったね。美味しかった。ありがとうございます。あれはもうサラサラ食べれて、はい、皆さんも美味しかったです。おすすめです。今回、はい、キャンペーンをしていただけるとお聞きしたんですが、はい、この動画を見たで、ご来店のお客様に朝日スーパードライの生ビールを1杯プレゼントいたします。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。今後もオフトークでは大宮の素敵な飲食店さんをご紹介していきたいと思います。大宮でおすすめのお店やこの選手の対談が見たいなどのコメントも教えてください。それでは皆さん、さようなら。